7の時間帯からこちらのテロップの表示の色を変えてお送りしております。この番組では気象状況を青、黄色、赤色の3色の3段階の信号で示しており、現在は黄色、M スケール2、M2 となっています。こちらの理由としましては、もう皆さんお分かりだとは思うんですけれども、台風19号が接近してきていますね。こちらの注意喚起のレベルを高めてお送りしていきたいということで、 M スケール2でお伝えしていきます。皆さんは暴風、大雨などの対策というのはしっかりと行っておりますでしょうか。特に明日から明後日にかけて関東や東海地方、こちらに上陸する恐れが台風19号出てきております。ですね、このようにですね、大型の台風となっておりまして、依然として強い勢力を保ったまま北上してきております。今まででこの今年の中ですと最も強い台風となる、そういった恐れが出てきていますね。台風についての情報を主にこの時間ではお伝えしていきたいと思います。また現在のお天気などについてもぜひチャットの方でコメントを書き込んでください。コメントの方を拝見させていただいております。ぜひよろしくお願いします。3時間一緒にお天気の方を確認していきましょう。ではまずはじめに今日の天気アイコンから見ていきます。現在どういったお天気となっているのか確認していきましょう。皆さんから届いている天気報告を地図上にプロットしたものです。媒体で放送されております YouTube やそしてフレッシュなどなんですが、現在ニコニコ生放送では公式放送となっております。今ニコニコ生放送をご覧の皆さんいらっしゃいます。今後は公式放送でお送りしていきます。最新情報を天気しっかり確認していきましょう。さては現在の様子、皆さんから届いているリポートで見ていきます。まずは北からです。これから出かけの方、また通勤通学という方いらっしゃるかと思います。ぜひ空の様子など教えてください。そして気になる台風の情報を見ていきましょう。台風19号についてです。テープなどもですね、売り切れとなってしまっているところも多くあるようです。やはり日頃からの備えというのが重要ですね。また何かやはり食料などもそうですし、必要だと思うものは早めのうちに購入しておいた方が良いかと思います。もしも停電などを起きてしまった場合、その停電が続く恐れもありますね。先日台風15号では千葉県で甚大な被害をもたらしました。こちら停電が数日間も続いたということで、そういった場合はスーパーやコンビニなどがオープンすることができないという可能性もあります。食料の備蓄などは、行っていただきたいですね。千葉もコンビニの水売り切れていたよと、皆さんに売り切れの報告コメントでも多くいただいていますね。対策しっかりと行うようにお願いいたします。台風19号について進路予想を見ていきました。それでは雨風のピーク表を確認していきましょう。新のお家など今対策はしっかりと行えているかどうか改めてご確認ください。このサンシャインのお時間でもですね、台風対策、様々な対策方法があるのでご紹介していきたいと思います。それでは時刻8時30分を回りましたら再開していきましょう。スライブサンシャイン江川さんがお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。現在入ってきている情報によりますと、台風19号により東京湾フェリーが終日欠航となることが決まりました。千葉県の津市とそして神奈川県の横須賀市の結ぶ東京湾フェリーは台風19号の影響でいずれも終日運航を取りやめることが決まっております。やはり台風の影響というのが様々なところで出てきておりますね。また計画運休など鉄道では行う可能性があるということなんですが、本日の午前中のうちにこの首都圏の在来線や新幹線、あらかじめ電車を運行を取りやめる計画運休となる可能性があるということなので、この午前中のうちに鉄道会社が発表するとしております。現在はまだ情報が新しいもの入ってきてはいないんですけれども、この情報が入り次第お伝えしていきたいと思います。このように鉄道、またフェリーもそうですし、飛行機などの便へも影響が出始めております。3連休でお出かけなど予定されていたという方もいらっしゃると思いますし、またどこかへ移動しようと思っていた方もいると思います。この最新の情報もチェックするようにしてください。
さあそれではここからは届いているリポートをご紹介していきましょう。まずはお天気カメラ見ていきましょうか。はい、千葉幕張のお天気カメラです。幕張の様子確認していきました。さあでは、リポートの方ご紹介していきましょう。まずは東京都からです。こういった備え皆さんからいただいております。チャットのコメントの方でも電池買いましたとコメントもいただいたりしていましたね。さまざまな備えの方法があるということなのでぜひ覚えておいてください。停電への備えご紹介していきました。そしてその停電と風速の関係というのを皆さんはご存知でしょうか。ではご紹介させていただきます。2019年9月21日から23日台風17号が日本列島に接近し西日本を中心に暴風をもたらしました。ウェザーニュースでは天気アプリウェザーニュースとそしてツイッターなどを通じて停電に関する緊急調査を実施、約 2.5 万通を超える回答が寄せられました。その停電報告と気象観測機アメダスの風速から停電と風速の関係について分析しています。こちらの表図をご覧ください。皆さんからの報告とこの風速の関係というのを解析していくと分析していくと新たに分かる結果が出てきました。今回も非常に強い勢力を保っているということで瞬間風速などもですね45メートルを超えるような状態でそのまま上陸するといった恐れも出てきているんです。こちらの情報についてもしっかりと確認していきたいと思います。以上、停電と風速の関係見ていきました。さてはここからは予報センター山部さんと一緒にお天気を見ていきましょう。山部さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。風速と停電の関係というので35メートル以上となるとかなり広い範囲で停電のリスクというのが高まるという結果も出てきているみたいですね。そうですね。今回の台風からちょっと初めお話を伺いたいんですが、はい、どれくらいの風速と現在なっておりますでしょうか。はい、では現在の、風速含めて台風の情報を見てみたいと思います。はい、ではまず現在の雨の様子から見てみたいと思うんですけれども、はい、こちらですね。そしてまた雨も強く降るということなので今後の見解がやっぱり気になりますね。はい、それではその台風について改めて伺っていきたいと思うんですが、はい、雨の、予想雨量というのはどれくらいとなりそうでしょうか。はい、台風が通過するまでの3日間の72時間の積算雨量をちょっと見てみたいと思うんですけれども、はい、こちらですね。そうですね、やはりその台風が最接近上陸通過していくタイミングの土曜の夜から日曜の朝にかけて、はい、このタイミングで特に土砂災害発生するリスクが高まってくるので警戒していただく必要がありそうです。その雨風のピークというのはいつ頃となりそうですか。はい、やはり、台風が最接近するタイミングですね。その土曜の夜、こちらのタイミングで最も雨風ともに、最大限の、リスクが高まるようなそういう予想となっているので警戒していただく必要がありそうです。はい、それではピーク表を見ていきたいと思います。はい、タイミングで降り出すこのタイミングで風が吹いてくるというわけではないんですか。そうですね、最も、警戒するべきタイミングの表となりますのでそれよりももっと早く雨も降り始める可能性もありますし風に関しても早ければ今夜以降、暴風となる可能性もあるので警戒していただく必要がありそうです。風が強まることもあるということですが今回もまた停電する恐れというのはありそうですか。そうですね、明日の夜に台風は静岡県付近に上陸する予想となっているんですけれども、はい、その上陸するタイミングの最大風速が40メートルから45メートル程度、前回の、台風15号の時と同等もしくはそれよりもさらにもう少し強い勢力で上陸する予想となっています。あの時も特に台風の東側千葉県で広範囲で停電が発生したんですけれども、はい、今回も台風の東側に入るエリア特に停電の対策していただく必要がありそうです。そのエリアというのが今回は関東南部ほぼ全域ですね。静岡県付近に上陸するとなると関東南部全域が台風の東側に入ってしまうのでその広範囲で停電が発生してしまう可能性があるということで、警戒していただきたいなと思います。やはりランタンを置いておいたりとかまたモバイルバッテリー用意しておくということは重要となりそうですね。そうですね、今日中に準備していただきたいなと思います。
わかりました。山上さんどうもありがとうございました。予報センター山上さんに今日の天気、そして特に台風19号について伺っていきました。大雨やそして風が強まったりする恐れがあるということなので警戒しなければいけないですね。また停電のリスクもあるということで停電の対策も必要です。その停電予測マップで見ていきましょう。停電リスク予測見ていきました。またスマートフォンアプリの方からもご覧いただくことができます。スマートフォンアプリウェザーニュース、こちらは無料でダウンロードすることができます。ぜひダウンロードしてください。台風19号こちらです。停電リスク予測、台風への備えにご活用ください。こちらの方からご覧いただくことができるようになっております。ご自身の地域へのリスク予測しっかりと確認します。まずは西日本です。失礼いたしました。少々お待ちください。この時間の1枚リポートをご紹介していきましょう。この時間帯